し。よし。よし、キックボクシングで強くなるぞ、有名になるぞ。キックボクシングで強くなる、有名になる。経済的に豊かになると、伝達力、スキル上げる、最高だ、うまくいってるぞ、いい感じだ。よっしゃ、やりますか、英語。彼はいません。He's nothing. He is He's not nothing. in. He's nothing. He is not in. He is not in. He's nothing. それは良いです。It's good. 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 あなたはいびきをかきますか? Do you snore? Do you snore? Do you snore?Do you snore? 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 すみません、私はできません。I'm sorry, I can't. I'm 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 sorry, I can't. 食事はしましたか? Do you eat? Have you eaten? 間違えた。Have you eaten? Have you eaten? Have you eaten?Have you even? Have you eaten? 本当に感動しています。It's really touching. It's 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 really touching. Doesn't make any sense. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. 私は本当にあなたの提案が必要です。I really want about that. I really need your suggestion. I really need your suggestion.間違えた。I really need your suggestion. 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 よくあることです。That happens. 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 お久しぶりです。Long time no see. Haven't seen you for ages. Haven't seen you for ages. すげえ間違えんなこれ。Haven't seen you for ages.
Haven't seen you for ages. Haven't seen you for ages. Haven't seen you for ages. シートベルトを締めてください。Fasten your seat belt. 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 あの頃は良かったです。Those was a day. Those were the days. Those was a day.Those was a day. Those were the days. Those was a days. Those were the days. Those was a days. 光栄です。どうだっけ。I am flattered. I am flattered. そうか。I am flattered. 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 はい、今日も相変わらずやっていきたいと思います。栄養素ですね。自分たちが、まあ、太ったり痩せたりすることってあると思うんですけど、体脂肪を作ったり筋肉を作ったりだとか、あとは健康を作ったりだとか、まあ、あとは、病気を予防したりするために何が必要なのかって言ったら、まず食事ですよねっていう感じですね。で、この食事に関してですけど、食事で一番必要な概念を話していきます。まずですね、ピラミッドを想像してくださいという感じですね。ここの上に一番まずカロリーがある。カロリーが一番重要だというようなことですね。これは一番上、まあ、優先事項としてそういう風になっているという感じですね。で、なんでカロリーが必要なのかって言ったら、これね、カロリーが全てじゃないんですよ。でもカロリーが全てじゃないんですけど、カロリーはすごく重要。なぜかと言ったら、これはね、大体いろんな人たちとこのね、まあ、共有できる概念だからですね、数値化しているんですよ。熱量というもので、まあ、数値化していると、まあ、で、このね、必須アミノ酸というのは体の中で作られないアミノ酸です。外から取ってくださいよねというアミノ酸ですね。で、非必須アミノ酸というのは体の中で作られるんですよ。おはようございます、俊太です。今日はですね、なんで自分たちがやりたいことがあるのにもかかわらずやれないのか的な話をしたいと思います。これはね、もう結論から言っちゃうんですけど、人は忘れる生き物だからです。これめちゃめちゃよく言ってるんですけど、自分もなんかね、もう絶対に必要だ、これめっちゃ必要って人生の中で必要って思ったことでも何気に忘れたりしてるんですよね。これもう仕方がないっていうふうに思うんじゃなくて、これ、記憶をする仕組みっていうものをしっかり自分の中でインストールできれば、これは解消されると。よし、朝飯できました。鶏レバー 100g、100g じゃねえか、これ 200g だな。あ、200g だ。ということで 210kcal ロロぐらいで、卵の黄身が4つだから、卵の黄身ってこれなんだっけ、鶏金柑だ。はい。これをね、今日は味噌です。ニンニクわさび醤油です。塩麹です。天然です。おーす。もうレバーはもうやばいっす。さあ、どうしようかな。塩麹とね、味噌をつけるのは初めてなんですよ。他は全然やったりしてるんですけど、ちょっと味噌からいってみましょうか。お、どうもこんにちは。今日も音声吹き。はい、これが基本的に自分の朝のね、ルーティンの流れです。朝からね、最後言い直すんですけど、瞑想10分、ボニークやって、英語2、30分やって、掃除と片付け10分やって、栄養素のアウトプット10分ぐらい、あとツイッターのね、瞬間メモっていうやつを今2年ぐらいやってるんですけど、それやって、で、サブチャンネルが先か、今日はね。で、あとは動画の編集だったりとかをするということですね。で、このね、朝は今撮影とかする時もあるんですけど、撮影はね、本当にどっかに行ってやったりだとか、家の中に行ったりやったりしてるわけだから、朝のルーティンで絶対にやるということでもないんですよね。はい、そんな感じで朝のルーティンっていうのがもう完全に自分はもう決まっていて、この2時間3時間っていうのがすごく重要な時間になってます。
これめちゃくちゃ熱量が高いんですよ。朝だからね、すごくもうやる気になってる感じ。前と全然違うんですけどね。前は朝だるとか思ってやっていたんですけど、もう早く起きる早起きが習慣になってから、このルーティンを絶対にやるっていうことを決めてて、これをねやってると本当にね、もうあの全部がいい感じになる。自分がやりたいことを詰め込めるから、うん、っていう感じになってます。ということで今日の今回はですね、朝のルーティンということで撮らせてもらいました。終わりたいと思います。さようなら。